海老名運動公園は神奈川県海老名市にある海老名市立の都市公園総合スポーツ施設として整備されている神奈川の公園50選にも選ばれている2016年8月27日と8月28日には当地にて生き物がかりのライブが開催された道路網の交通の便に恵まれているためアメトーークの運動神経悪い芸人や同番組の 芸人体当たりン決定戦といったバラエティ番組の体力系企画や CM のロケ地としてたびたび使用されている。神奈川県海老名市社家4032-1指定管理者制度海老名市都市公園条例海老名 TV 放送海老女医海老名情報サイト2021年4月6日閲覧海老名のロケ地 エビジョイエビナ情報サイト Facebook 2021年4月6日閲覧中野、鮭、門沢橋地区に地域コミュニティ交通実証運行を運行しています。エビナ市2021年4月6日閲覧ありがとうございます。